はい、ワークショップお疲れ様でございました。どうだったですかね。すごいためになったと言っていいですかね。はい、はい、ありがとうございます。また次回の時だったら来てくれるってことでいいですかね。はい、ありがとうございます。よし、じゃあ、ありがとうございます。じゃあね、これからはね、気分を変えてですね、ちょっと、ミニガイドということでやりたいと思います。はい、じゃあゆっくり見て、はい、じゃあよろしくお願いします。1曲目はですね、私 CD がお作りしましてですね、さっきも最初に言ったカブさんと占わないっていうね、占わないっていうウクレレトリオがですね、高円寺にいまして、そのトリオの曲をですね、なぜか僕が弾くっていうね、売れないミュージシャンの曲を売れないミュージシャンが弾いてるね、これ売れるのかなっていうね、ちょっとわけは分かんないですけどね、だけど内容でもちろん自信を持ってまして、占わないのオリジナル曲を僕がウクレレでリミックスしたと。ウクレレを DJ 機材に見立ててリミックスしたっていう曲になってます。まあ、カバーっちゃカバーなのかもしれないけど、そこはCD 聴いてもらうとですね、ちょっとね、エフェクトを加えたりとかして、ちょっと面白い、楽曲になってますね。まあ、今日1650円持ってきました。よかったらお買い求めくださいということで、その中から1曲目のウクレレサバイブっていう曲を聴いてください。カズさんと占いよかったらお手に取ってくださいということで、これからですね、ジャカソロの弾いていきたいと思います。はい、
ちょっとね、今日はですね、なんか緊張する感じですね。最近僕あの人とやることが多くて、というのは僕はもともとベーシストで、ボーカルとかバンドがいてバックでベースを弾いてる立ち位置が好きなんですよ。なんですけど、もう子供が生まれてバンド活動とかをするのがちょっとこうやっぱりね、あの育児も大変だし、ね、バンドやってる時間ないなって言った時に家でも一人で弾ける楽器っていうことでウクレレにハマっちゃって、ね、そうしてたらこうこんな依頼とかいただいてね、人前で弾く機会がをいただくんですけども、ね、実は僕ベーシストなんで、そうね、横っちょ見てね、誰か一心にこう注目を浴びてる人のバックで弾いてるのが好きなんですけどね、こうだからね、こう一人でね、ビャッとね、集まると緊張しちゃうんですね。なんでね、あれなんですけどもね、なんでね、どうしようかな。はい。ということでね、皆さん、なんとなくね、曲順とかはね、僕もね、決めてこない人なんでね。よし、じゃあ最近ね、あの結構弾いてる曲で、あのちょっと皆さんのね、しっとりモードでブルーハワイをですね、ウクレレでそこで弾きたいと思います。ジャカソって言ってジャカソ知らないっていうね。ブルーハワイ弾いてる。ブルーハワイもね、ジャパソロにしてるんですよ。ジャパソロでもね、弾いてる。
とりあえずね、何でも一回はジャパソリにしてみるっていうのがね、ライフワークなんで、これジャパソリ中ですね。
で僕はウクレレで出てたんですね。で明美さんフラで出てて、で明美さんが僕の演奏を見てたらしくて、こうちょっと明美さんの心をグッとね掴んじゃったみたいで。ね、そんな本当そうで、主催者の当時であなたに会いたい女性がいるっていう聞きまして、いや本当ですよ、なんか大丈夫かなんか、ね、筒本さんみたいなあれなんじゃないかなと思って、最初は僕子供をね、まだね子供5歳ぐらいの子供を連れてきゃ大丈夫だなと思って、ね、会いに行きましてね、そんな明美さんともですねもう付き合いも長くなりまして、今度の11月6日の土曜日にですね、八王子のカッペリ、八王子市役所の裏手にですね、佐賀公園っていうのがあるんですけど、そこで無料のイベントがありまして、そこでですね、僕また出るんですけども、その時は明美さんもこの曲でフラを取ってくれますし、あと、ウクレレコンテストで大賞でのテクニック賞かな、取った山田君という、もう高校生ぐらいですけどね、あと群馬の海君、海君はインターナショナルコンテストを取ってますからね、すごい人で出るから、僕出なくていいんじゃないかなと思ってるんですけど。あと町子真由さんね、町子真由さんも出ますんでね、それ無料のイベントです。八王子の市役所の裏側の多賀公園というところで11月6日日曜日、ちょっとね駅から離れてるんで交通の不便はちょっと便利なんですけど、無料のイベントで飲食ブースとか物販ブースとかも出ますし、あと子供さん連れでも子供のプレイパークとかもあって、で今度もね日曜日天気もなんか多分良さそうだっていうことなんでね、そうだね、本当はね、9月に、ね、やる予定で、その時はね、タイラ君ですね、ここのスーパーキッズがね、あれだったね、またね、タイラ君やろうね、でもね、そうなんですよ。なんでね、それ無料のイベントなんでね、よかったら来てくださいということで、じゃあ、明美さんと踊ってくれる予定の海の声ですね、そうで聞いてください。Thank you.
迫ってきたんでね、あとそういう曲で終わりたいと思いますけども、次はですね、あのカントリーロードをやろうと思います。で、あの今日ね話した親指を使うっていう話を今日しましたけど、結構親指がですねいろんな面白い動きをする曲なので、皆さんね、あの僕知ってるんですよ。僕が演奏するとですね、ウクレレ弾きの人は僕の顔なんて誰も見てなくて、みんな手元しか見てないって知ってるんで、ぜひともですね、右手の親指がね、どう使ってるかなっていうのをね、見ていただくと、あのね、気もしないんじゃないかなと思ってますので、ね、あの、カントリーロードですね、聴いてください。清さんの CD に入ってるんですよ。で、清さんの名著でウクレレメソッドって本がありますけど、それにスローバージョンの譜面が載ってるんですよね。だけどそのジャカスローバージョンの譜面っていうのはしばらく出なかったんですよ。だからこの水溜りのジャカスローのやつ、僕のアレンジだと勝手に解釈してる人がいっぱいいて、それは違うんですよっていうのはしきりに言いたいですっていうところです、ね。
だけど今日これから弾くは僕の水たまりはもう僕の水たまりです。もうキヨシさんのもちろんベースはキヨシさんなんですけどもうめちゃくちゃ変わってますね。もう僕も15年以上この曲弾き続けてますけれどもとっても大好きな曲でね、今日はソロで弾きますけどベースのさくらさんって人とねデュオでやってみたりとかあとバンドでドラムベースウクレレでねトリオでやったバージョンもあります。もういろいろなね側面がもう名曲要は名曲がどうやってやったっていい曲だっていうことなんだと思います。もう僕がこれからもずっと弾き続けていくであろう曲だと思っておりますんでね、ぜひともですね皆さんに聴いていただけたらと思います。じゃあ水たまりを聴いてください。
ありがとうございます。じゃあね、そんなね、だからね、CD 買っていただけるってことでいいですかね。この CD の曲にね、またねっていう曲がありますね。この曲を最後にお届けしたいと思います。ね、このね、アルバムは、インストなんですけどもね、ぜひね、オリジナルのね、これは占わないの CD なんですけども、ね、これとセットでね、買っていただくとですね、歌詞の内容とかも分かるんじゃないか。こっちはですね、6曲入りで、うち5曲はインストです。1曲だけ新曲というか、新録の占わないの曲で、愛しい日々という曲が入ってて、それ1曲だけはボーカル入りです。ね、残り5曲はインストなんでね、歌詞もね、分かんないってなりますけどね、のまたねっていう曲はですね、まあね、まあ、毎日の生活ありがとう、またねっていうね、もう本当シンプルなね、メッセージソングです。まあね、ゆったりした曲なんで、聴いてください。退場という形でお願いいたします。はい、ありがとうございました。